ティエリー・エルメスは、フランスの実業家、ファッションブランド、エルメスの創業者。1801年、宿屋を営む同盟の父、ティエリーとドイツ人の母、アグネスの第六子として、ルール県、クレーフェルトに誕生した。当時のクレーフェルトは、ナポレオン一世が第一統領を務める統領政府のもと、フランス第一共和制の統治下にあったため、フランス国籍となった。 家族全員を戦争と病気により亡くし、1821年に孤児としてフランスに移った。1837年、革在庫の才能を生かし、パリ近郊のグランブールバールとして知られるエリアに、クラとバグを扱う店を開いた。1837年、パリのバスギュルンパール通りに、バグ工房として、エルメスの母体となる店を開いた。需要のあった罠、カゴ、 馬車などを専門とし、ハンドメイドによる縫い目の頑丈さを強みとして事業を築いた。顧客にはパリの上流階級の人々やヨーロッパの王族、皇帝ナポレオン三世と皇后、ウジェニーなどの大富豪がいた。事業内容はバグや蔵からトランク、ハンドバッグ、ファスナーなどへと転換した。妻のクリスティーヌ・ペトロニー・ユピエラールとの間に、 息子のシャルル・エミールがいる。シャルル・エミールには、アドルフとエミール・モーリスの二人の息子がおり、彼らはヨーロッパ、北、アフリカ、ロシア、アメリカ、アジアで家業に携わり、一流の顧客を獲得した。シャルル・エミールは家業を引き継いだ後、フォーブール、サントナレ通り24番地に店舗を移転した。これは、店舗が裕福な顧客の近くに存在することを意味していた。 アドルフは馬車の時代に会社の未来はないと悟り、シャルル・エミールのもとを去った。エミール・モーリスはバグの需要に気づき、車、電車、船で旅行する顧客のためにサドルステッチの革製品とトランクを作るよう指示した。自動車の時代の中で会社を経営していくことに気づいたエミール・モーリスはエルメス・ファスナーの2年間の1000倍特許を取得した。 このファスナーは衣服の時代を一変させた。ここシャネルなどの他の企業はエルメスの急成長と人気さから学ぼうとした。エミール・モーリスの義理の息子、ロベール・ギュマ・エルメスとジャンル・ネゲラン・エルメスは1950年に会社を引き継いだ。また、彼らの子供や孫からの寄付は会社に影響を与えた。1993年に会社は上場したが、株式の80%は、 エルメス一族が保有していた。エルメスには今日でも知られているアイテムも多くある。1923年に開発されたエルメスのジッパーは現在多くのバッグに利用されている。機種のブラウスのためにヘルメスが使った絹は1923年に最初の木のスカーフジュデオムニバスイダムブランシュに発展させた。1930年代頃、 エルメスインターナショナルはグレース・ケリーにちなんで名付けられた後にケリーと呼ばれる大きなワニセのハンドバッグなどクラシックと化したいくつかのアイテムを発売しブランドアートに男性用ネクタイ、時計、新しいスカーフのデザインを開発。今日、エルメスはチャームやクレムン牛のカーフレザーで作られた特大パンダベアビーンバッグなどの製品も提供。 著名なクラシックブランドの一つ、バーキンは1984年に女優ジェーン・バーキンにちなんで命名され、ジャンルイ・デュマラによって築かれていく。2019年11月現在、エルメスは免税店頭も含め世界中に310店舗を展開している。1923年以来、コレクションに毎年カラーテーマを掲げ、川の年にはシルクスカーフのような限定版のアイテムを、 発売している。ありがとうございます。